とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、毎日のように2ついいものが出ております。今日は何が出るんでしょう。そして、どれぐらいで終わるんでしょうか。できれば、1時間以内、いや、無理だな。1時間半以内で、なんとか、お願いします。頼む。それぐらいで終わらせてください。ちなみに、今夕方です。夕方なので、出やすいとは思うんだけどね。どうだろうか。1回目。一発目で来ればマジで嬉しい。どうだ。壊れたソーブレードは、あのね、ありなのよ。機械化ソーブレードと、別に変わりはそんなないんで、エンチャントが良ければ、全然ありなんだけども、惜しい。めちゃめちゃ惜しい。痛みついてるでしょ。で、アーティファクトシナジーが横にあってほしいなぁと、あとダイナモが欲しいんだ。ダメ。いや、ダメだな。一発目ダメでした。さあ、一個目、どれぐらいで出るんでしょうか。いきます。6回目ですね。開始から1時間ちょっと経ちましたけども、欲しかったやつが出た。欲しかったやつ来ましたね。これ、不滅のナイフだね。魂の共鳴もついてんのよ。共鳴もついてて、さらに流れ込む魂でしょ。ダイナモがついてんのよ。不滅のナイフか、もしくは、まあ、できれば、フロストサイスが良かったんだけどね。まあ、どっちでも良かった。不滅のナイフ、フロストサイス、どっちかでいいんで、ダイナモと流れ込む魂を欲してたのよ。ついに出ました。ようやくだな。まあ、大体ね、ぴょん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 していくだけで、近接攻撃しないので、いざって時にダイナモでガチューンとできるこれはかなり、使いやすいんじゃないでしょうか。まあ、共鳴もついて、魂のね、回収がはかどるっていうのも、一ついい点ですよね。これは良かった。不滅のナイフ、ゲットです。じゃあ残り1個。あとどれぐらいで出るかな。頑張りましょう。行くぞ。あー、なんか、あっけなく出ましたね。不安定なローブ、クールダウン、ポーションバリア、雪玉。どうすか？強いと思うんだけど。不安定の、クールダウンは持ってたけども、他がね、ちょっと微妙な感じだったんだよね。これ結構使っていけそうだけどな。で、横の方は、点でよくありません。ね、1時間20分で終わりましたね。今回は早いぞ。とにかくこれ、ゲットです。はい、それではですね、2ついいものが出るまでやめられません。今日は早かったですね。ちょっと前に、50分ぐらいで終わったこともあったんだけども、今日も、1時間半かからず終わりました。ちなみに今日出たやつ、まず、これ、不滅のナイフですね。もともと魂の共鳴がついてて、それに、流れ込む魂。で、ダイナモ。こっちは別に何でもいいかな。うん。別なもつけなくていいかな。うん。魂の共鳴で、回収率が上がってるので、HP 回復もいいし、カバンビルドでぴょん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 した間に、ダイナモ20溜まるんで、攻撃力も申し分なく強いと思います。これはね、欲しかったやつなんで、すごく嬉しいですね。不滅のナイフよかった。で、最後に出たやつ。不安定なローブ。クールダウンでしょ？で、ポーションバリア、雪玉、もしくは霊気。でいいと思いますね。不安定なローブ。このね、テレポート結構好きなので、意外と使っていけそうな気がしますけども。どうでしょう？どうだろうね。で、ちなみに、周回中にこれが出ました。ミステリーアーマー。スキルに
テレポートと無敵がついてまして、クールダウン2ですね。これは結構いいんじゃないかな。このクールダウン以外はね、良くなかった。全然トゲとかなんかそういうのがついてたので、もう断然クールダウン2かなって思って。でここは炎の道、でも炎の道をするとね、若干ラグくなるからあまり入れたくないんだよね。まあそこそここれは使っていけそうなんで、今後着ていくかもしれません。いやー足が遅いからあんま使わないかな、わかんないですけど、まあとにかく今日の2つ、不安定そして不滅のナイフ結構良かったと思います。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。